後方を安定させた信長は乱世平定の最後の一手を打つべく西国出陣を決意した。毛利撃破の後九州に進撃、一気に乱世を平定せんとの腹積もりだった。信長は明智光秀に出陣を命じると自らは少数の部隊を率い京の都本能寺に宿泊した。運命の時が刻々と迫っていた。上様、謀反にございます。いかなる者の企てだ。明智が者と見えまする。光秀、信長の夢目に焼き付けよ。このまま抜け道から出し裏切り者に正義の鉄槌を。こんなのか、上様の夢の終わりであって。黙るな。されど、その一歩が遠い。この寺の造り、知り抜いておりますゆえ、夢はうつつ、うつつは蝶の夢のごとし。されど滅びれば、夢もうつつもございますよ。俺は長く一瞬の夢を見ていたのかもしれんな。あなたの夢は私が受け継ぎます。そう、市長さん。市長様どうなされた。すべてが終わりましたぞ。光秀、私はあなたを許せない。しまい言われたか。あなたの心は完全に作ったのは偶然ではなかった。お前こそが夢から目覚めさせてくれた。因果の定めを超えさせてくれた。私たちの出会いは偶然ではなかった。さあ、行くぞ。俺たちの新しい世界へ。燃えよ炎。
我が本能まで焼き尽くす。本能寺は焼け落ち、焼け跡には無残にも数百の印が晒してあったと。やりよったな、光秀め、信長様。毛利と和睦しろ。その後陣を引き払う。もういいのかよ、悲しくねえのかよ。そんな顔すんなって。けど干渉にふけってる暇はない。光秀をぶっ潰す。一大事にございまする。毛利軍が動き始めました。本能寺の変知られたか。光秀謀反、信長の生死不明。この知らせは衝撃となって全国を駆け巡った。光秀の謀反に呼応して毛利軍は羽柴軍を攻撃。大敗を喫した秀吉は淡路島へと逃れた。さらに北越では上杉軍が柴田軍を撃破、越前に進み、北条軍は駿河甲斐に侵攻、徳川軍と対峙した。信長を打ち漏らした光秀も安土城を接収し、怒涛の勢いで織田丘陵を制圧していった。天下は光秀を中心に大きく回り始めた。どこへ雲隠れした。これだけ探しても見つからぬと。何もそこまでネチネチ執着しなくとも、天下は我らのものなんだしね。いやいや、全くその通り。羽柴を破り柴田食い付け、徳川は行方知れずでございますからね。まったく。そうそう、愚か者には誠は見えぬ執着だと。ただ美しくて気まぐれな蝶が逃げただけではないか。敵は光秀の一族、明智様之助秀光。弟、蘭丸の敵。奴を討ち取り、反撃の狼煙とする。行くぞ。様の助めは打ち漏らしてしまいましたな。俺たちの今の力はこんなものだ。こんな時でもそんな風に笑えるなんて。岐阜を奪還する。そろそろ野宿にも飽きてきた。なんて貴重が既得だ。森長吉ら近江の勢力と、大阪を脱した丹羽長秀らを加えた信長軍は、美濃関ヶ原で明智様之助秀光を破った。岐阜の奪還を目指す信長のもとに急報がもたらされる。本能寺で撃たれた機長の容体が悪化したと。
田と光秀どちらも失いたくなかったの。分かってる。お前は自由に飛ぶ蝶、やっと捕まえられた。信長様、滅びの夢から解き放たれた。ああ、お前のおかげだ。よかった。貴重、死ぬな。市長を頼んだぞ。さて、義風奪回とシャレ込むか。市長殿から受けた傷、思いのほか深い。ご無理なさらぬよう。それがし、殿にかけましたれば。どうしみつ、頼りに思う。それがしは光秀様の大官見るまでは死ぬぞ。風通しいわね。燃やしてしまうとは信長様らしい。少々派手にやりすぎたか。早く貴重の驚く顔が見たいぞ。また一からやり直したな。信長様、今参りますぞ。もし信長様が亡くなってたら、あるいはこいつが天下。織田軍は岐阜を奪還、首相斎藤利三を討ち果たした。美濃尾張を制した信長は各地の諸軍との連携を図った。この頃、柴田軍は越前で上杉軍の攻撃を受け、徳川軍は北条軍と富士で退陣、羽柴軍は淡路から海路伊勢に上陸していた。一方、都を治める光秀は将軍義明と毛利輝元が率い上洛した大軍と合流、天下を制する軍用を手に入れようとしていた。下がってよい。はっ。生きていたか。一気にひねりつぶすような真似はしない。ゆっくりゆっくり追い詰めてやる。よいではないか。そう慌てずとも。のう毛利殿。そうじゃ、関東諸侯もようやっと異例に服したし、島津長宗我部も幕府参画に前向きじゃけえの。じゃから今はこちらの基盤固める時よ。